僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、どうしたのその衣装。なるほど、今話題の自転車レースのことだよね。日本からだけじゃなくて海外からプロの選手もレースに参加して、熊本では阿蘇のコースを走るんだよね。そうだよね、あの阿蘇の草原の中を颯爽と走っていく、すごいんだろうな、楽しいんだろうな。あれあれあれれれれれれれ、ケンちゃん、また考え事して小さくなっちゃったね。さて、そのレースは熊本、福岡、大分を舞台に開催される国際サイクルロードレース、マイナビツールド九州2023だよ。今回はこの大会の見どころを調べてみましょう。今年10月に UCI 国際自転車競技連合の公認を受けて行われるマイナビツールド九州2023、記念すべき1回目として行われるこの大会は、近年九州を襲った自然災害からの復興を象徴するイベントとして10月6日から9日までの4日間にわたって開催されます。10月8日に開催される熊本阿蘇ステージでは、阿蘇を舞台に熱い戦いが繰り広げられます。どんなレースが見られるのか、詳しい方にお話を聞いてみましょう。熊本阿蘇ステージはどんなコースなんでしょうか。南小国町の瀬根本高原をスタートしまして、阿蘇の雄大な自然を感じながら、南阿蘇村の阿蘇坊の里釘野にフィニッシュする全長106キロのコースとなります。見どころはどんなところですか。 UCI 公認のレースとなりますので、世界で活躍されているスター選手がですね、一堂に熊本に会してレースをするというところが見どころだと思います。近くで見るレースは迫力が違いますか。平均速度でですね、45キロ程度となります。瞬間的には70キロを超えますので、近くで見ると大変迫力があると思います。次に選手たちの走りが間近に見られる南阿蘇村の阿蘇坊の里釘野にやってきました。ここは選手たちの走りを楽しむのにおすすめの場所だそうですね。はい、南阿蘇村では周回エリアを5周走った後に、ここ阿蘇坊の里釘野がゴール地点となります。ラストスパートとゴールの感動を間近で見ることができます。開催地としてこのレースをどう楽しんでほしいですか。レースはもちろんですが、それに加えて阿蘇の風景も楽しんでほしいです。この大会を機に、より多くの方にサイクリングなどの観光で阿蘇を訪れてほしいと思います。マイナビツールド九州2023熊本阿蘇ステージは10月8日朝9時に瀬本高原をスタートします。当日は南小国町、産山村、阿蘇市、高森町、南阿蘇村の一部で交通規制が行われますので、時間に余裕を持ってお出かけください。交通規制の詳細は大会ホームページをご覧ください。次回の GO! くまモンナビは、超高齢社会を支える介護職の魅力と介護職員確保の取り組みを調査します。お大事に。